ムービートーンカメラ、ジャズシンガーのチラシ。一番下に、ムービートーンニュースも紹介されている。ムービートーンニュースとは、1928年から1963年にかけてアメリカ合衆国で配信されていたニュース映画のこと。制作は、フォックスフィルムで当初は、フォックスムービートーンニュースという名前だったが、1935年に、 フォックスフィルムが20世紀ピクチャーズと合併し20世紀フォックスになった時にムービートニュースに縮められた。イギリスでもブリティッシュムービートニュースという名前で1929年から1979年まで、オーストラリアでも1925年から1975年にかけて配信された。フォックスフィルムが1919 19年から続けていた。 フォックスニュースを発展させたものである。フォックスニュースはサイレント映画だったが、1928年の母ぞよく知るからフォックス社は、陶器製作を開始、ムービートーニュースも陶器ーーで作られた。ムービートーンとは、フォックス社のサウンドシステムのこと。最も古いものは、ジョージ・バーナード少子。 ムービートーンニュースに語るシリーズで1928年6月25日に配信された。ホックス社が最初にニュースイベントを録音したのは1927年の5月20日。チャールズ・リンドバーグが大西洋単独無着陸飛行のため、ルーズベルト・フィールド飛行場を離陸を撮影、録音、その夜のうちにニューヨークシアターで上映した。このことがムービートーンニュースを作るきっかけとなった。 初期のプロデューサーは、著名な写真家ドディ・ウェストン・トンプソンの父でもある、ハリーこと、エイブラハム・ハリーソン。ナレーターは、ローエル・トーマスで1952年まで続けた、ムービートーン・ニュース・オーケストラの指揮者は、ハリー・ラウダー2世。彼のおじは著名なボード・ビリアンのサン・ハリー・ラウダーで、トーキー開発のライバルだったワーナーが、有名ボード・ビリアンを起用して、テストをしたことに対抗して、 フォックスがイギリスから招いていた。1929年3月、ムービートーニュースの撮影班が来日し、長崎、別府、東京で撮影した。東京では3月8日から3日間、田中義和の演説や銀座更新曲、シャミセンを弾く芸者、株式市場などを撮影、録音した。これが、日本初の陶器撮影だと、東京は朝日新聞は報じている。 ありがとうございます。